攻撃ヘリコプター、攻撃ヘリコプター、攻撃ヘリコプター、アタックヘリは、武器を搭載し、対地攻撃を主任務とする軍用のヘリコプターである。防衛省及び自衛隊においては、日本国憲法第九条との兼ね合いから、攻撃という表現が避けられる傾向にあるため、陸上自衛隊では装備する R-1S を対戦車ヘリコプター、R-64D を戦闘ヘリコプターと、 呼んでいる。攻撃ヘリコプターとは、主に機関砲やロケット弾、対戦車ミサイルなどの対地攻撃兵器を装備する、機体を指す軍用ヘリコプターの一種。自衛用対空装備として、短距離空対空ミサイルを搭載する機種も存在する。輸送用ヘリコプターに武装を施した、ガンシップから、その当初から攻撃用として開発されたものまで、幅広い。なお、その当初から、 攻撃能力を有するヘリコプターを攻撃ヘリコプターと呼び、輸送用ヘリコプターに武装を施すなど、後に改良によって攻撃能力を取得したヘリは武装ヘリコプターと呼ばれる。だが、攻撃ヘリコプターも他のヘリコプターと同じく、戦場においては、蛍光式地対空ミサイルによる攻撃によって撃墜されるリスクが大きく、いくら防弾装備を施した機体であっても、 本格的な対空人地相手には、やはり力負けするなど脆弱性は存在する。また、偏在性にかけ、常に特定の地域を確保するといった任務には不向きであり、天候にも一定程度その活動は左右される。第二次世界大戦末期にナチスドイツで初めて発明、配備されたヘリコプターは、後にアメリカ合衆国やソビエト連邦に実用化されて、 急速に進歩し、朝鮮戦争の頃には航空戦力として欠かせない材と認知されていた。しかし、当時のヘリコプターの能力はまだまだ定列で、着弾計測をはじめとする目視偵察や連絡任務、撃墜された航空機搭乗員の捜索、負傷兵の搬送などが主な任務であった。アメリカ海兵隊の史上初のヘリボーン作戦が行われ、 注目を集めたのもこの頃であるが、やはりヘリが戦闘に直接参加する事態は避けられた。1950年代後半に入り、シコルスキーエアクラフト社の UH-34 や、パイアセッキ社の CH-21 などの新型ヘリが登場し、その能力は大幅に向上した。だが、アメリカ陸軍内部では、ヘリコプターはあくまで補助的な機種に過ぎないとする。 見解が依然有力であった。これに対し、アラバマ州、ホートラッカーの陸軍航空学校では、ヘリコプターに兵装を施し、地上部隊に火力支援を行うという構想が芽生えていた。1956年、陸軍航空学校長のカール・ハットン准将は、同校の戦闘開発部長を務めていた J ・バンダープー大佐に対し、 武装ヘリコプターに関する研究を進めるように指示した。これは陸軍上総部の許可を得ていたわけでないため人員や機材は航空学校内の予算などでやりくりが行われた。航空学校ではベルエアクラフト車 H-13 に 7.62mm 機関銃を搭載した武装ヘリコプターを手始めに H-19CH-21 u h 3 4ミ7 6 2 m m 機関銃、12.7mm 銃機関銃、20mm 機関砲、2.75、インドケット弾を搭載して試験が繰り返された。この試験の存在は、ほどなく、陸軍上総部の知るところとなり、1957年には、武装ヘリコプター関連を専門に行う、航空戦闘偵察小隊、アクプの編成が、 航空学校内に認めている。この正体は、翌年3月には、中隊規模に拡張され、名称を第7292、臨時航空戦闘偵察中隊と解消された。しかし、当時のヘリコプターは、レシプロエンジンを搭載したものが主流であり、振動や飛行性能、搭載能力などの点で、問題も多く、テストは、決して順調とは言えなかった。だが、 1960年代に入り、武装ヘリコプターに関するコンセプトは一応、完成の域に達した。ベトナム戦争において、アメリカ陸軍はヘリボーン作戦を多用した。初のヘリボーン作戦は1961年12月23日のことであり、サイゴン北方のタンソンニュット基地所属のアメリカ陸軍第8、第57輸送中隊が、 CH-21 を用いて南ベトナム陸軍空挺部隊をサイゴン西方約1 6トルの解放戦線拠点に展開させた。以降、アメリカ軍はヘリコプターによる輸送作戦の重要性を認識し、翌1962年にはさらにヘリ三個中隊をベトナムに派遣した。アメリカ海兵隊も同年にヘリ部隊を送り込んでいる。 この大規模なヘリボーン作戦に当初解放戦線側は激しい反撃を行うことはなかったが、それでも着陸、侵入時などに消火器による反撃を行った。これに対し、アメリカ陸軍は CH-21 の全部ドアに 7.62mm 機銃を搭載し、着陸時の制圧射撃を行うようになったが、機銃の射角やヘリ自体の機動性の低さから効果は上がらなかった。 ヘリボーン作戦にエスコートヘリの必要性を迫られたアメリカ陸軍は1962年春から当時最新栄輸送ヘリコプターであった UH-1 色濃い、採用当初は F-1 ム用ヘリコプターの武装型、ガンシップ型の研究を開始した。同年7月25日から沖縄で15機の UH-1 を有するアトス港。 汎用戦術輸送ヘリコプター中隊が編成され、10月9日にはベトナムへと派遣された。この中隊の UH-1 は M60 または M37C7.62 メートル機関銃2丁とロケット弾ポット2個をスキット状に搭載していた。翌年の1963年にはエンジンを乾燥し、メーカーによる本格的な偽装を施した。 UH-1B を11機追加で配備している。このガンシップ型 UH-1B は、XM-156 ユニバーサルマウントが、胴体後部に装着され、このマウントには、XM-6 インアーマメント、サブフライトシステムが取り付けられていた。アトスコーは、1962年10月から約後、過月間、武装ヘリの実戦運用試験を行った。 1800時間にも及ぶ試験の結果、護衛する輸送ヘリの被弾率は50%以上減少し、その有効性を証明した。また、その運用性格上、制圧射撃時による反撃を、ただ受けたが、損害は1機のみであった。この試験でアトスコーは、総じて5から7機のガンシップで20から25機の輸送ヘリを護衛ることが可能という結論を出した。一方で、 1963年1月2日に第93輸送中隊が離着陸時を待ち伏せされ CH-21 が4機と護衛についていた1機の UH-1K5 機のヘリが解放戦線の重機艦銃や迫撃砲によって撃墜されるという大損害がなしているこの時はアメリカ空軍による支援で事なきを得たがこれを先訓とし アメリカ空軍は武装ヘリガンシップへの過度な依存は危険であると強く指摘した。また、武装ヘリコプターは、その武装や走行ゆえに速度が低下し、護衛すべき輸送ヘリコプターに追従できなくなる事態も発生し、運用に困難な面が多発し始める。よって、本格的な武装、攻撃ヘリコプターの導入が急務であることは明白であったが、アメリカ陸軍が、 入手可能な攻撃ヘリは当面存在しなかった。しかし、UH-1B の多彩な並走システムは、その後登場する本格的な攻撃ヘリコプター、R-1G の開発に大きく寄与することとなる。ベトナム戦争で浮き彫りとなった武装ヘリガンシップの問題点は、その重量増加による巡航速度の低下と生存性の低さであった。もともとが、 輸送用ヘリコプターとして開発された機体に後付けで機関銃やロケット弾、ポット、装甲板などを付け加えるわけであるから本来の機体バランスを低下させるには十分であった。これによって設計の段階から重火器を搭載することを前提とした攻撃ヘリコプターの開発が求められた。当時 UH-1 の開発メーカーであったベル社は 自社資金で攻撃ヘリコプターの独自研究を行っていた。1962年には D225 色濃いオリアと呼ばれるモックアップを完成させ、攻撃ヘリにはタンデム式コックピットと騎士仮面にターレットを備えさせることが有効であるとした。続いて OH-13 を改造した実験機モデル207を製作する。 この機体もタンデム式コックピットを採用し、胴体のスタブウィングにはロケット弾ポットが搭載されていた。モデル207は飛行性能こそ低かったものの、約300時間の試験飛行でタンデム式コックピットとその並走システムが攻撃ヘリコプターに最も適していることが確認された。1964年にアメリカ陸軍はこれらの研究結果や成果を踏まえ、 本格的な攻撃ヘリコプター開発計画、フス、アドバンストエアリアルファイアサポートシステム、発展型空宇宙火力支援システムを立案し、アメリカ国内の核メーカーに要求仕様を提示した。いくつかの機体の検討を行った上で、ロッキード社の R-56 が採用された。しかし、開発が順調に進んだとしても、本格的な配備が1970年以降に、 ナルトの見通しがすでに立てられていたため、アメリカ陸軍は、フスの機種選定の段階で、暫定的攻撃ヘリコプターの開発を念頭に置いていた。暫定攻撃ヘリは、現用ヘリを攻撃ヘリに転換させるという方法を、取ったが、1965年にフスのコンペティションに、ベル社が提出した、モデル29がマイナス1ヒューイコブラとして、採用されている。よって、 この R-1 が世界初の攻撃ヘリコプターとなった。その特徴は大量の武装を搭載しても輸送ヘリコプターに追随できる速力、地上攻撃のための高い機動性、重武装搭載能力にあった。特に、作装する地形でも使い勝手が良く、敵の拠点を襲撃したり、敵機構部隊を攻撃するのには非常に向いた兵器となり、 対戦車ミサイルの発達に伴い対戦車攻撃が攻撃ヘリコプターの重要な人となっていく。この R-1 というよりモデル207が採用したタンデム式コックピットや騎士仮面やスタブウィングに武装を搭載する兵装システムは後に登場する各国の攻撃ヘリコプターのスタンダードとなった。一方の R-56 はコスト高や開発の地帯、 構想の大幅な見直しなどによりキャンセルされている。R-1 の登場以降、世界各国において攻撃ヘリコプターの開発、運用が相次いだ。1980年代のアフガニスタンにおいては、ソビート連邦軍が山岳地帯のタインゲリラ攻撃や輸送機などの護衛に、M、M-24 を多用した。1991年の湾岸戦争においては、 アメリカ陸軍の r 6 4エアパッチが、イラク軍の戦車を多数撃破。2003年のイラク戦争でも R-64D アパッチロングボーや R-1W スーパーコブラが戦果を上げている。搭載される兵装は、対地攻撃兵器のみならず、自衛用の空対空ミサイルを保有する機体も、登場だ。また、下記完成装置を含む、 アビオニクス類の発展も目覚ましく、偵察任務にも高い性能を発揮できるようになり、純粋な偵察、観測ヘリコプターを駆逐しつつある状況になっている。一方で、イラク戦争では、R-64 部隊が不要意に、イラク軍の防空網に踏み込んだ、結果、大多数が損害を受けるなど脆弱性も、あらわになっている。加えて、 近年では大規模な戦車戦が展開される可能性がほとんどなくなったこともあって、優れたセンサーとネットワーク機能を活かした ISR、情報収集、監視、偵察任務や火力支援へと主任務移行しており、高価でオーバースペックな割には意外に撃たれ弱い攻撃ヘリコプターの有用性を疑問視する声も出ている。なお、武装ヘリコプターは、 攻撃ヘリコプターの登場後も、調達コストが安くつくことや、対地攻撃以外の任務につくことも可能なことから、中小国を中心に広く使用されている。特に冷戦終結後の非対象戦争においては、指摘が、対空装備の不十分な武装組織やテロ組織に移行したこともあり、安価で数が揃えられる武装ヘリコプターを好んで、採用している国も多い。 アメリカでも R-1Z と UH-1Y といったように攻撃ヘリコプターと武装ヘリコプターを併用している。また短機種で輸送と攻撃を兼用できる特性上メガ m h z 6 0 l ダップのように特殊部隊用として武装ヘリコプターが使われることもある。その一方で2-24シリーズは安価であること限定的ながら平員輸送能力を持つことなどから 後継のみ -28 波ボックが存在する2017年現在でも発展途上国紛争国での需要があると言われる。近年遠隔操作式の無人偵察機に対戦車ミサイルを搭載して対地攻撃能力を付与した機体が登場、実戦参加しており攻撃ヘリコプターを代替しうるか注目されるところである。戦闘ヘリコプターとは 対地攻撃を前提に設計された高性能ヘリコプターで、軽快な機動力、頑丈な機体、対地攻撃兵器などを装備する戦闘専用のヘリコプター。汎用ヘリコプターの UH-1 ロコイや UH-60 ブラックホークなどに代表される、中型汎用ヘリコプターや OH-6、カイユースのような小型ヘリコプターが武装ヘリとして、 運用されることが多い。なお、一般的な汎用ヘリコプターにおいても、自衛用やヘリボーン時の人払い、機銃操作をすることにより、敵を地面に伏せさせ一時的に反撃を休止させるを目的として機銃、ドアガンをはじめするケースは多い。偵察機、観測機としての任務も兼ね備えて設計された比較的軽武装のヘリコプター。 攻撃ヘリコプターに同行する、作的機としても使用される。機銃や短距離空対空ミサイルを用いて、ヘリコプター同士の空対空戦闘、イコール攻撃ヘリコプターの護衛能力を備えたものも、ある。現在は戦闘ヘリコプターとの能力差が大きくなった、ことや、無人偵察機発達により、純粋な観測ヘリコプターは数を減らしつつある。楽しく、ご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。